Hygiène! 20! 10! Helena! Genu! Luna! Sonna! Tic! Genu to Sentai! Ixo!父さんがギニューに? え、違う! ギニューが父さんになって? すみません。 どうか父さんをお願いします。 俺がベジータというか、後のわけのわからんやつらを、お前たちがじゃんけんで決める。そりゃないですよ、メニュー会長。ずるいっすよ。うるさい。おい、クルド、お前はフリーザ様にドラゴンボールを恐れてしろ。いいな。わかりましたよ。なんか今日体調機嫌悪いな。 すげえ、あいつの強さもやばいけど、ベジータもやっぱとんでもねえやつだったぜ。 でも、なんだか様子がおかしくないですか? 父さんの様子も気になりますが、今一番警戒すべきはギニューです。 本来ならギニューはここで止める。 気を解放しろ! お? あいつは意外だったね。あのチビたち戦闘力が1万を超えやがったぜ。いや、面白くなってきた。宇宙戦でやったイメージトレーニングを思い出せ。はい、確かに皆さん強くなってきた。父さんもですが、ギニューとリクームが相手では厳しいでしょう。なんとか皆さんを守って敵を倒してください。 まあ、9大点といったところか。
そろそろ飽きてきたかな。もう終わりにしていいか。リクエムウルトラファイティング、ゴー。何者だ？お父さん、倒したの？嘘だろ？いくら不意打ちだったからって。どういうことだ？リクームが。なんでもない攻撃だったはず。まさか。クームを一撃。やっぱり悟空さんはすごいですね。あいつはオーラが食い止める。クリリン、ゴアン。俺たち。誰が手をかけていったか。しかし隊長。ほら、向こうも二人ですし。まあいい。ならば、おっとと戦おう。何を笑ってるんだ。貴様が強いからだ。ん？チェンジ！いけない。なんだ。まさかこんな形で歴史が変わってしまうなんて。ひとまず落ち着いてください。大丈夫、きっと元に戻れるチャンスもあるはず。キニューは悟空さんの体を狙っていたわけです。ジーサー。はい。貴様、なんてことをしてくれたんだ。すいません。同じサイヤ人でも、あの体とは潜在パワーが違うのだ。すみません。なんだか様子がおかしいぞ。待て、さっきまでと違うし。おい、まさかおめえ。さすがは悟空さん、気づいてくれたようですよ。なんかよくわかんねえけど、あっちなんだな。よし、おっとっとかかってこい。隙がない。今度こそあの体を手に入れてやる。なあ、ちょっと頼みがあるんだ。ご飯とクリーンを追ってドラゴンボールを探してきてくんねえかな。その姿なら奴らの宇宙船にも堂々と入れんじゃねえかと思うんだ。おめえなら信用できそうだし、頼む。なるほど、それはいい考えです。行きましょう、宇宙船に。あなたの体のことを少し気になりますが、悟空さんならきっとうまくやってくれますよ。頼んだぞ。入れ替わっちまったって。マジかよ。じゃあ
お父さんに頼まれて僕たちを助けに来てくれたんですね。いいわけだな。ドラゴンボールはあと3つだ。まあ、ドラゴンレーダーもあるし、すぐ見つかるさ。お前ら隊長、まずい。隊長、どうしてここに。隊長に隠しておいたはずのドラゴンボールが奪われたことがバレちまったのか。隊長にお仕置きされちまう。隊長、痛いですよ。クリリンさん、誰かこっちにも買ってきます。おい、二つの気を感じるぞ。一つは悟空か。くそ。お前らがこいつらの相手をしている。はい。おい、グルド様。あいつ逃げやった。でも今はドラゴンボールを集めるのが必要ですよ。そうだな、とりあえずここを片付けるぞ。グルド様、逃げちまったぞ。言うな、グルド様。そういうとこあるよな。仕方ねえ。いつだって使い捨てられるのは俺たちなんだ。給料上がらねえかな。生きてたらな。なかなか面白い見せ物だったぞ。